元金プリ神宮寺ゆうタ、次は歌よりバイク関連の仕事も、長瀬智也との強烈な共通点。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。神宮寺ゆうタ、25歳、がキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を退除してから6月22日で1ヶ月となる。 海外進出が有力視される平野市要26歳に対して神宮寺は少し趣きが違うようだ。昨年11月の退場発表時にはメンバーがこの先2021年3月に脱退した岩橋源樹の後に一人でも退場する話が出た時に自分も退場すると決めていたと告白。自なる進路ありきの退場ではない思いを明かしていた。 会員制サイトのブロックでは、最後に、寂しいですが、永遠のお別れではないと思うので、さよならは言わないよ。じゃあまたね。と綴った、神宮寺。彼は、どのような未来を描いているのだろうか。ニュースポストセブンの取材に対し、神宮寺の知人が明かした。神、神宮寺、は地元に戻ってバイク関連の仕事をしたいと話していました。 歌や踊りというよりは、同じくバイクいじりが大好きな元ジャニーズの先輩、長瀬智也さん、44歳、みたいなキャリアを理想としているのかもしれないです。神宮寺の知人。神宮寺は大のバイク好きで知られる。2021年にはバイクメーカー、ホンダの公式ホームページでインタビューに応じ、バイク愛を熱く語っていた。現在は削除。 子供の頃からバイクとか車に憧れてて20歳でデビューするとき教習所にしばらく通えなくなるんじゃないかなって。撮るなら今だ。と思って。朝に教習所を行ってから仕事みたいな日々でしたけど、中型、大型、1ヶ月ですぐ撮っちゃいましたね。やっぱバイク乗れるのが嬉しいんで。それこそホンダのバイク、教習所で乗らせていただいて、楽しかったですね。 神宮寺だけでなく、平野もバイク好きであり、雑誌の対談では、車とバイクの話題だけで、マジでずっと話していられる、神宮寺、本気で話し始めたら、多分、ファッション誌の、読者の皆さんを置いてけぼりにしちゃう笑い、平野、と語り、二人でバイクの部品などのコアな話もしあっていることを明かしていた。 一方の長瀬は、2021年3月31日で時を脱退し、ジャニーズ事務所を退除。大々的な芸能活動はしていないが、インスタグラムのフォロワーは168番人超と、根強い人気がうかがえる。プロフィール欄には表現者と知るし釣りや、バイクバンド活動を楽しむ写真をたびたび投稿しています。 それだけでなく、バイク雑誌の表紙を飾ったり、ロードレースにレーサーとして参加したりと、バイク関連の仕事もしているんです。神宮寺さんは芸能界から身を引くわけではないと思いますが、バイクとタレント活動の両輪で行くのかもしれませんね。芸能関係者。新たな活動が待たれる。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。